番長ミルクです今回のテーマは劇団式の合格通知ってどんな感じです合格通知はえっていう意外な感じで来ます2019年10月の劇団式のオーディションについて公式サイトが入団試験への応募数を発表していました応募総数約1400通の中から書類審査を通過したのは約300人だったみたいですこの段階で 四点六倍ですから、四五人に一人しか選ばれてないっていうことになりますよね。合格通知を受ける人はこの中でもほんの一握りになります。さて、合格通知ってどんな風に来ると思います？なんとなく立派な封筒に入っていて、分厚いしっかりした紙に合格って書いてるようなイメージあるじゃないですか。でも私が合格した時は全然違いました。薄い茶封筒がポストの中に入っていて、見るからに あーこれは不合格そううだなーってていう見たた目をしてましま家族が最初にその封筒を見つけたんですけど家族もその薄っぺらい封筒を見てあーダメそうだなっって思たたみたいですそれで家族全員が揃った時に封筒を開けました A4 の紙が2枚くらいしか入ってなくて合格っていうのを書いてあるのを見つけるのも時間がかかるくらいちょっと分かりにくいんですよね届いたのをこう見てさーっと読んで「えっ合格って書いてる?」 みたたいいな感じででしし懐かしいですねもう10年くらい前になりますからね今の合格通知はどうなってるかわかりませんけど私の時はそんな感じでした今はこんなふうに淡々と喋ってますけど当時はすごい泣きましたねやっと自分の小さい頃からの夢が叶うんだって親とハグをして多いように泣きましたね私には妹と弟がいるんですけど「夢ってほんまに叶うんやって弟とか言ってた気がします」 夢を現実にする人ってあんまりいないし私も本当に合格ってあるんだってちょっと実感なかったっていうのが正直なところでしたね劇団の合格後の生活についてもっと詳しく話そうと思います今後配信予定なのでチャンネル登録といいねよろしくお願いします番長ミルクでしたまたね